皆さん、おしょ、お元気ですか？カカジーです。今回はいつもと一風変わって植物祭りがやってきましたよ。しかも、じゃん、はい、じゃん、そしてじゃん、いちごちゃん祭りが開催されております。どん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 。はい。いちごちゃんといえば、昨年の春に草食のあの2匹ね、フィルビートゲオアガマのアイちゃんとインドホシガメのカラシさんの動画、ケージを作る動画だったかな、その辺の動画と一緒にお届けしました。こちら、はい、女王様、ほらほら、メートル、可愛い花が咲いて、隣の花はもう実がなり始めている。はい、まさに今その季節真っ只中だね。この女王様、味はねもう文句なしだよね。だがしかし、いきなりと言って一時期パッてなったらもう終わりっていうね、年間に1回しか食べる期間がないっていう、ちょっと寂しい感じやよね。それに比べて今回入手したこの3品種はどれも四季なり、お、三じゃねえぞ、四季なりということで、一年中楽しめるのかな、冬も楽しめるのかな、どうなのかな、それを植え付けてこうっていう回でございます。もうね、こっちの培養土の準備を先ほどベランダでしてきたので、もう手袋スタンバイ OK だね。だからいつもと違って手が青い。はい、いろいろ紹介してみましょう。ドドンドン。まずはこちら、デルモンテさんのめちゃうまいちご、四季なり、糖度が高いということで、甘いんだね、きっと甘いんだよ。しかも四季なりで甘いんだよ。さらに言うと、ほら、もう結構実がなってるの。この辺とかいびつだね。これは受粉できなかったんだね。なのでこれからは咲いたお花に筆でね、受粉してあげないとね、出来が安定しないね。これ楽しみです。今回の一押しだね。それからラブベリーパッションレッド、こんな花が咲くんだね。これ今つぼみなのかなね、これから咲くんだろうか。年3回以上実るってことで、四季なりとはまたちょっと違うのかな。花が楽しみよね。そしてこれが一風変わったエンジェルエイト AE、 この品質、白いちごの最高傑作、金子種苗株式会社。ツノタン、天使のイチゴ。おー、栽培簡単、白さがアップ、美味しさアップってことで、四季咲き、はい、そうなんです、白いイチゴを買ってみました。どんな感じなのか楽しみ楽しみ。もう花が、お、これがっつり受粉してるね。もう早くも大きくなってきてるよ。おー、いいねいいね。はい、そしてこれらを植え付ける今回の鉢は、ドンとね、これはアマゾンさんで買ってみました。不織布製のポット植木鉢だね。こうやって折りたためて、それで通気性通水性抜群ということで、大きさ的にも各一つに各一株がちょうどいいぐらいの量らしいので、うーん、どうなんだろうねって。これ取っ手がついてるんで吊るすこともできるのかな。とりあえず開けてみようか。これちなみに1ガロンを買いました。容量にして 3.8 リットルだっけかな。いちごさんって一株だいたい3、お、左手はスッといくね、3リットルぐらいがちょうどいいそうです。はい、では開封の儀取り行います。よいしょ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 、ビリビリっとな、ビリビリっとな、はいはいはい。そしてこれは、お、縛られてるね。お、簡単にほどけたね。はい、二つ目も簡単にほどけたね。ラストも、はい、簡単にほどけたね。はい、出てきました。これが1個だね。全部で12枚も入ってる。12枚も入っていくらだっけな、1000いくら。はい、字幕ドンね。ということは1枚あたり100円ぐらい。はい、うん、今字幕でフォローしてくれてるね。さて、どんな感じかというと、
ほう、はい、広げるとこんな感じで、で取っ手がついててぶら下げられる。うちなんかだとベランダなので物干し竿に S 字フックかなんかつけてそこにかける感じかな。思ったよりかちょっと大きめだった。よし、では早速植え付けていきましょう。有機野菜の肥料元肥で使うために買ってきました。発酵堆肥も混ぜ込んだんだけど即効性を考えてこの固形タイプも買ってきましたよ。よし、どんぐらい入れたらいいのこれ。これ どうしたらいいの。あんまじじいやこういうのやってんねえからよくわかんねえんだけど、まばらにこう散る感じでいければいいのかな。入れすぎ、どんなもんなの。入れすぎると肥料焼けするって言うよね。こんなもんか。うん、わからん雑いな。混ぜ混ぜしますぞ。混ぜ混ぜ、はい、多分混ざりました。そしたらここに、あ、こうすくうやつを持ってこなかった。はい雑いな。はい、手で入れていくスタイル、ひでえな。大丈夫かこれ、事故ってんじゃねえ。これ土足りねえんじゃねえのか。4ついけないだろう。ちょっと土買ってこないと全部植えられねえぞ。ということでとりあえずね1個だけ植え付けて今回の動画 OK ということで、同じ感じで植え付けるからね、またあの実がなって収穫期の動画をアップする感じかな。はい、ある程度土入って最初やっぱりこれだよね。今もう実がほぼついてるのでちょっと入れすぎたかな。ちょっとカメラ止まってたわよ。どこから止まってたんだ。またこのパティーンだ。このカメラはね5分間しか連続で撮影できないのがほんとそれだけが唯一の難点。よし、いいぞ。思ったよか、でけえな。これ吊るして大丈夫なのかな。こんな感じで、これ横1本だけ吊るすのダメだよね。これ2本で吊るさないと絶対ダメだよね。はい、1個でけた。ホンダーバー2つ目は白い子いっとくか。よし、エンジェル8AE さんですわ。ういういやー、これも根ががっつり回ってますな。むしろこっちの方が土の量が必要だったんじゃねえかという噂があるぞ。で花がこっちだからね、こうなるね。これでいい感じのところで、あ、いいねいいねいいね。これで残りの土じゃ足りないかな。これザザザッと入れる、ザザザッと。よし、いや足りねえ。2鉢も植えられなかった。こっちの土ちょっと入れすぎたから持ってこようぜ。あーい、まあいろいろお片付けしてきて、あとの2品種はまた後日土を買ってきて同じように植え付けます。この子たちもちょっとね土を足してね、つらい地まで持ってこようと思いますぞ。はい、では今これカラッカラの土なので水をやりたいと思うんですが、上からジャーってかけてもいいんだけど、この鉢ならではの水やりの方法があるんだよね。これアマゾンのこの商品のレビューにユーザーの方が書いておられたというやり方で、それを見てもうこれ買うことを決めたってぐらい素晴らしいレビューでした。それがこちら、はい、ドンと、バケツ？ゴミ箱、バケツでいいんだけどね、手頃なバケツのちょっと余分がなかったんで、このメダカ用の容器で買ってきたゴミ箱にとりあえずお水をこれぐらいまで入れました。もうここまで来れば勘のいいお客さんは分かっていると思うんですが、こちらに、はい、このイチゴを植え付けた不織布の鉢を、
はい、ドボーン。あ、やばい、溢れる。溢れるぞ、やばいぞ。水の量は誤った。っていうか、容器がちっちゃい。やっぱり、でかいバケツでよかったか。でかいバケツ、あるにはあるんだけどね。水槽メンテ用のお水を入れるための20リットルバケツがあるんだけど、あれが一番いいんだけど、でかすぎてさ、こう画面に入らないんだわ。ということで、これを持ってきたんだけど、あ、でもいいや。あ、ギリギリ、今ね、水がこの辺。いやー、少なめに入れといてよかった。8分目とか入れてたら今頃溢れてる。こうやって、もうドポーンとバケツにぶっこんで給水ができるという優れものでございます。これね、今回水がこう全然入ってないサラッサラの土を入れちゃったんで、多分給水に時間がかかると思うんだけども、ある程度も一回水やりしてから乾いてきた鉢だったら多分すぐ終わると思うんだよね。ドボンはいドボンはいみたいな感じでジャーってやる水やりよりも早く終わるんじゃねえのかな。しかも全部にしっかりと水が行き渡って、なおかつバケツから引き上げれば、はいね、水がしっかり切れるというね、横からの通気もガツンガツンやってきて、これちょっと後ろ側入ってねえんじゃない、これ溢れるな。あ、今でも不織布のね、ここまで水が上がってきてる。でもちょっと危ねえな、これ危ない。そんな時はドン、もう一個柄は違うけど同じ感じのゴミ箱、はい入ったちょうど入った。これでもう一個、はい、こちらあのホワイトちゃん、これ少しこっちでね、このデロモンテちゃんに水持ってかれてるからだいぶ溢れないでいけるんじゃないの。これギューってギューって押し込んでいけばギューって入ってくんじゃないの。あ、入ってく入ってく。あ、すげえなこれ。え、もう終わりじゃないのこれ。表面だけ入ってない感じ。あ、すごい。上のさ、不織布の口を閉じ気味にして、ギューって押し下げて、中に沈ませてあげるとさ、土も回ずに、水が入ってく。おぉ、不織布ならではだね。あ、入った入った入った。上まで入ったぞ。やべえ、重てえ。これちょっとしばらく、この感じで置いといて。で、もう一個。はい。メダカさん用にいっぱい買い込んだからね。まだまだあるよ。全部使ったな。ちょっと見てみようか。ほら、こんな感じにがっつり水が入りました。これね、完璧に中の方まで行ったね。あ、上から水やりってさ、上だけ湿って下が濡れてねえってことがよくあるんだよね。あとはこう通水のルートだけ湿ってて、あと乾いてるみたいな。この水やり法だとそれがなく、まんべんなく濡らせられるっていいね。ちなみにこっちは全部沈められなかったんで、上はまだ乾いております。でもこの辺がちょっと湿ってるね。よし、これちょっと引き上げます。引き上げだよ、重い。おー、ジョロ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 よっ。あ、いいね、完璧だろ。で、こっちのまだ全部使ってない子を、よいしょよいしょ。で、ここに水があるからね、これを上からかけてあげると、上から下から上から下から。さあ、そしてさっきのホワイトちゃん、 AE ちゃんと同じ感じでズバーって水没だ。水没した。面白いなこれ、楽しいね。よし、はいはい、水没しました。ほらほらほら、完全に冠水してます。上のところがちょっとあの水吸い悪いものが浮いちゃってるけど、これで全部水が染み込んでくれました。よいしょ、はい、引き上げだ。ジョロ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 、これいっぱい水が滴っておる。あ、このバケツ、このゴミ箱で正解だったかな。これ、この鉢よりも底の方が狭くて下までズドンって落ちないんだよね。だから、どっちも今チューブラリンな状態で下にさ、余分な水が落ちてる。これあと、なんか棒が欲しいぞ。あー、これ持ってきた。
ドライバー、一番いいのドラムスティックなんだけどさ、ドラムスティック入ってるとこすげえ押し入れの奥の方ですぐ出すの大変だったので、とりあえず手持ちのポンと出てくるドライバー2本持ってきました。これをどうするかっていうと、これ重量で結構下に降りてっちゃってるから、より水切れを良くするために、はい、お、完璧だ。完璧じゃねえのこれちょっと完璧すぎるだろ。これこっちもホワイトちゃんも、ホワイトちゃんもこっちで完璧すぎて笑けてきた。向き悪いなこれ。このまま、はい、ドライバー持ち上げればこうやってね、ロゴのとことスライチに同じ向きに、はい、ドライバーで持ち上げれば、あ、これすげえ便利だなこれいいな、長さもぴったりだね。あ、これ素晴らしいんじゃないの。これしばらくこう水がポタポタ垂れなくなるまではこれで置いとくと完璧なんじゃねえのかなっていうね。はい、びっくり、じじいびっくりだ。まあまあ、なんか思い通りに行ったんだけど、思い通り以上にいい感じっていうのが笑けてくる。入れる容器の外径よりも長い棒を、頑丈なね、棒をこの取っ手に通してあげて、吊るしてあげると、水が滴り落ちて、びちゃびちゃって下がなることも防げるね。うん、で浮いてるんで通気性もいい状態だから、これで置いとくのもありだね。これちょっと一個提案ですね。これね、お部屋に置くときはこれで行ってみてください。これなら土も水も外に出ないので。ドライバーってなんかいい、こう木の棒とかね、金属の棒とか頑丈なやつでやれるといいかな。自作しても面白いかもね。よーし、はい、ということで今回はいちご植え付け、あ、違うな、なんだ、アマゾンで買った激安不織布鉢にしきなりいちごを植えてみました。簡単楽ちんでした。はい、シーフンドを極めましょうね。ぜっせさよなら。いや、もうほとんど実できかかってるけど、どんな実になるか楽しみです。お元気で。あー、いちご、あー、ちょ、いちご、あー、美味しそう。赤く色づいてきておる。あ、白いいちご。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここ。です。よろしくです。